ママプネットワーク。皆さん、おはこんばんちは。ミラクルゴルファーママプです。よろしくお願いします。今日はちょっとレッスン動画になります。久しぶりですよね。はい、もうほとんどラウンド動画を最近上げていたので、ちょっとねレッスンの話になると珍しいかなっていう感じですけども、最近皆さんこうこの旗がでね教えていても気になるというかね、なかなかこううまくいかないんですっていう声が多いのがやっぱアプローチなんですよ。で、まあアプローチやっぱりスコアにねかなり直結すると思います。特にその100切りしたいとか90切りしたいなっていう人たちにとってはアプローチがかなりスコアのね大半を占めています。これ次第でかなりスコアが良くなるんじゃないかというふうに思います。で、なかなかこういうこうインドアではねアプローチの練習ってなかなか一辺倒の練習になってしまって、なかなか上手にならないというか、シチュエーション別に打っていけないというところがあるので、そこら辺も踏まえながらショットに役立つアプローチの方法っていうかね、練習方法、これをちょっとねご案内していきたいというふうに思います。はい、今日は、まあ、私いつもだいたいこれでやるんで、サンドウェッジ、これ今サンドウェッジです。まあ人によってはこれアプローチウェッジだったり50度だったり52度だったりとかっていうのはあると思うんで、これ使いやすいのまずチョイスしてください。で、ほとんどの人がこう見ていて思うんですけど、構えてね三角形崩さない、腰を回す、手を使わないっていうふうに言われます。なのでこういうアプローチになる人多いですね。こうね手を使わない、手首使わない、まあ悪くないです、悪くないんですけど、こういろんなラインに対応するっていう意味でいくとちょっと難しいし、ショットに生かしていこうと思ったらちょっとなんか自分でこうやって打ってるのを見ておかしいなっていう感じないですかね。こうやって構えました。これなんかギクシャクしてる感じすると思います。実は手を使わないとかそういったものっていうのは本来、私個人の意見で言えば手使うべきだと。ショートだってこのままこうやって上げないですよね。こっからどうするかって話ですね。やはりコックも入って上げていくわけですね。ただこの状態からコックを入れるっていう、そういう感覚ではない方がいいことは確かです。もう実際打ってみると分かるんですけど、コックを使うというよりはコックが使われるって感じですね。こういうイメージです。極端ですけど、こう上げるときは使ってないんですが、降りるときに使われてくる、こういう感じです。極端にですね。これをちょっと練習するといいです。そうするとちょっとこのヘッドのね重さの使い方がだんだん分かってくると思います。これは力を入れる必要ないです。ヘッドの重さで打ちます。この動きですね、これをねちょっと練習、実際こんなにめちゃくちゃ手を使うというかね、こう遅らせてくる必要ないんですが、この動きをやはりちょっと体の中に取り入れるというかね、ショットのスイングの中に取り入れる感じです。これやらないとこうなっちゃいますね。これだとねやっぱり距離感とかボールの高低、そして強さ、これがねコントロールしづらいですね。なので構えたら上げます。ヘッドが後からついてくるんですね。
これをねちょっと練習していくとヘッドの使い方を覚えてショットに生かしていくと、でこれをショットにだんだんしていくっていうんですね、大きくして。この練習をちょっとね皆さんやってみてはいかがかというふうに思います。そしてあと1個だけ言っておきましょうか。これはねもう本当に呪文になっちゃうんですけど、このボールをよくまあコーンって打ってみてくださいって言うと、もうこう止まっててね当てに行くってことがねできてくるんですけど、これねちょっと動きながら、まあ例えば極端ですけど歩きながら当てる、まあどういうふうに歩いててもいいですけど当てる、もう歩いてきて動きながら歩いてきて、このね動きながら歩いているときに当てる、体がどういうふうに重心がどういうふうに動いているときにクラブを振っていくとボールに当たりやすいのか、これを体でね覚えてしまう。これもショットとアプローチについては大事です。特にアプローチこうライが左下がりだったりとかいろんなライありますよね。このライの時に重心位置っていうのは平らで打ってる時よりは変わりますので、この変わっているところでも当てれる、その感覚をしっかりと身につけることはコースに行って有効になってくる、ね、ちょっとこういう練習もしてみてください。またねもうちょっと細かいご案内していきたいと思いますが、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さんまた見てください。ご視聴ありがとうございました。